Hello everyone, how are you? グローバルクリエイティブカナダイングリッシュヘッドコーチの大輔です。今日も一日一シチュエーション一表現集やっていきましょう。今日の表現集はこちらです。 When are you? あなたはいつ何々なんですか。例えば When are you free? あなたはいつ時間があるんですか。フリーっていうのは自由っていう意味なんですけど、まあ時間があるとかそういう時によく使われます。もしくは When are you busy? When are you busy? あなたはいつ忙しいんですか?とか、まあどちらも予定を聞く時とかに使えますね。その他の表現として When are you happy? あなたはいつ幸せを感じますか?あなたはいつ幸せなんですか?どんな時幸せなんですか?そういう時にもこの When are you が使えます。 When are you happy? いつ幸せなんですか。どんな時幸せなんですか。こういう一般的なことを聞かれた時に答え方としては I'm happy when I なんとか。例えば僕だったら When are you happy? って聞かれたら I'm happy when I play the guitar とか I'm happy when I eat chocolate とか、そんな風に何でもいいので答えます。 OK? Let's practice! じゃあ僕が皆さんに今から聞くので、皆さんは自分自身のシチュエーションで答えてみてください。 OK? When are you happy? Alright, that's good! So, this is all for today and see you next week! Bye-bye.